Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。名古屋にあるダンスタウンスタジオからキウナゴヤお送りいたします。最近ね、暗いニュースが多いですけどね、今日皆さん分かってますか？七夕ですよ。王子はね、今のところ何にも願い事をね、考えてませんので、ね、これからどうかな、番組が終わるまでにちょっと考えてみようかな。マスクマンでございます。はい、お隣。はい、今日は七夕ですが、残念ながら名古屋は雨。織姫と彦星は出会えたのでしょうか。気になります。味噌煮込みスキーと、最近ですけども、某西町放送局にやっております日曜日の深夜の、技術クラブという番組ですけど、あれにハマっておりまして、実はモールスで会話をしておりますダンサーズでございます。はい、今週のテーマは願う願い。今週のテーマは願う願いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは名古屋を拠点に活躍されている深谷のりみちさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート、東海共和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、今週のテーマは願いです。はい、ではメール読みますね。はい、キウナゴヤの皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃちょっとみんな一瞬止まらないでこんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ願い。願いって言ったらたくさんあるものですよね。どの皆様方も同じ願いだと思いますが、ズバリワクチン完成、市販化に伴い新型コロナウイルスの収束ですね。堂々と飛行機乗って他府県や海外旅行に行きたいな。では番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですね、まあみんなそうですよね。早く旅行に行きたいですよ ね、 そうですね。ワクチンも早く、ね、できてほしいですよ ね、 ね、 ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、マロニゲさんからですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこの時期これだけが願い。早くコロナが消えてなくなってほしいって願い。コロナのせいで世界中の動きが本当に一変しましたよね。マロニゲの職場もそうだし、他の職場もそう。年が明けた時には世の中がこんなになるとは思ってもみなかったし、コロナで大好きな有名人が亡くなったり、営業破綻でこの世を去った人もいるようで、数々耳にしています。もう本当に辛い。お願いします。神様、コロナウイルスをこの世から消し去ってください。皆様これからも油断せず、うがい手洗いアルコール消毒、
3密を避ける、マスクをする、続けましょう。ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。もう今、それを徹底して防ぐしかね、今のところは、うん、そうですよね。ないですもんね。はい、ツイキャス、ありがとうございます。よっくんさん、アット、オレンジマークになってるけど、お疲れ様です。チラってなってる。はじめましてですね、ツイキャス。はじめまして。はじめまして。よっくんさん、願いか、早くコロナが落ち着いてほしいです。ということです。あ、ドギーやおぞらさん、みそにさん、元気そうだということでありがとうございます。はい、泉さん、ののときゅうさんさん、こんばんは。こんばんは。沖縄ニュアンチュールさんも名古屋のお三方、こんばんは。こんばんは。スクリームさん、こんばんは。宝くじが当たりますように。買ってませんが、いや、買わないと当たらないと思う。そうだよね。私がお願いは、孫たちが元気ですくすく成長しますようにということです。はい、ありがとうございました。小勝からもちさん、こんばんは。ということで、銭湯から上がった小勝からもちです。ということです。あら、あら、じゃあ、気持ちいいですね。ね、お風呂上がりさっぱり。青森からツイキャスで見てます。ということで、はい、ありがとうございます。今日は東京は100人超えですね。ということで、第2波かなと思います。ということで、ね、ちょっと気になりますね。そうですよね。まあね、各地ね、ちょっとずつね、増えてるみたいですもんね。はい、なりますね。ではでは、次いきますね。はい、ぴょんぴょんさんからです。ありがとうございます。今日のテーマ、願い願う。ぴょんぴょん、今心願いたいことが一つあります。はい、男友達を作りたいのですが、どうすればいいですか。まあ私の理想は一光さんみたいな方ですけど、どんだけ。マスクマンどうですか。ぴょんぴょんさんが男友達を作りたいアドバイスは。男友達、うん、男友達はね、でも一光さんみたいな方ですよ、理想な方は。どんだけっていうと、どうしてもスナックふれあいさんの、ね、結構ね、そういう美容室とかね、うん、そういうとこに通ってらっしゃると、そこのねスタッフと仲良くなると、ちょっとその、美に興味のある方がね、多いじゃないですか。そうかそうか、うん、そうですね。一光さんもね、で、そういうお仕事ですもんね。その方一人ね、お友達になると、その輪からね、どんどん広がっていくような気がするんですけど。なるほど。で、大津の場合はね、ちょっと本当のあっちの人に置いた。そちらの方からモテモテですかね。そっちの方ですからね。あ、う、あ、ん、内緒。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、全新潟経由からですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございま す。名古屋方面は梅雨前線による大雨の被害は出ていませんか。九州北部の被害がひどく、犠牲者が出ているので心配なところです。さて、今週のテーマ願いといえば、本日は七夕であることから今日のテーマになったんですね。はい、その通りです。そうです。私にとって絶対に願いを実現させることは、ロト6やジャンボ宝くじで高額当選をして、今の仕事をやっている会社を降りた後、水浦の諸問題の解決や心身ともにメンテナンスを行い、しばらくは何もせず休んだ後は、高額当選金で私自身の人生上の体験を生かし、罪滅ぼしの意味を込めて、弱い人や苦しい人を助ける事業を立ち上げ、人生の真の目的を果たし、運命の女性と一緒に歩いていくことです。ということなんですけどね。すごい。なかなか壮大な計画。なんか深いですよね。だけど、まず高額当選を狙わないとダメなんですね、それは。まあそうなんだよね。でも最終的な目的は、運命の女性と出会うってことですね。そうか。その最終的はそこなんですね。そこなんですよね。先に出会っちゃダメなのかな。どうなんだろうね。ねえ、警部早くね、藤子ちゃんを捕まえてね。本当だ。ありがとうございます。ありがとうございます。では行きますね。はい、マスクマン、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いします。ラジオネームはどこだ？卵屋さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今年見れなくて寂しいもの、通勤時に見る名古屋場所の力士の上り旗。そうか、7月名古屋場所ですもんね、毎年。コンビニで、お相撲さんに会ってドッキリすることもないです。もしかして中止は名古屋場所が始まって以来、私は経験ないです。スーパーの七夕飾りも今年はないですね。七夕の願い、早くコロナウイルスワクチンができること、また日常が戻ることということです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんです。卵屋さんとね、実はね、お会いしましてね、この前。
ね、そうなんですね。ね、はい。そう、あまりにもですね、ちょっといろいろ私も、なんかいろんなことが起きるので、ちょっと大宝寺のラジオショーのところに、はい、ちょっと厄除け祈願にして。お笑いですね。ああ、そうだね。うん。ああ、そうだね。そうそうそう。それでその時にね、お会いしましたよ。あ、そうそう、で、ね、卵屋さんから写真が来てるけど、俺は、あれですね、名古屋場所の時の旗ですよね、場所の部屋の。ですね。はい。はい。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きましては、ゲストのコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、今日はゲストコーナーでございます。本日は、名古屋を拠点に、活動されていますチェロ奏者の、深谷のりみつさんになります。こんばんは。こんばんは。どうも。私こういったこの放送の時にはラジオネームで言っておりまして、名古屋のダンサーズと言います。よろしくお願いいたします。はいはい。ですね、深谷さんの方、チェロの奏者ということでお聞きしてるんですけども、はい、まず簡単に自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。あ、自己紹介簡単です。はい、はい、深谷のりみつと申します。名古屋を拠点に、演奏活動チェロを教えたりをしております。名古屋音楽大学を卒業しました。その後に、チェコのプラハン学院に3年ほど留学してまして、帰ってきてからは、演奏だったり、教えたりをいろいろしております。というのは簡単に以上でしょうか。ありがとうございます。名古屋音楽大学卒業ということでお聞きしたんですけども、はい、専攻はどういったことを専攻されてましたでしょうか。チェロに関することだったんでしょうか。あ、もちろんチェロに関することですね。はい。はい、あ、そうなんですね。はい、はい、はい。そうすると、その後、チェコプラハに留学をされていらっしゃるということなんですけども、どれぐらいの期間留学されてたんですか？はい、3年間です。2002年から2005年までの3年間ですね。あ、そうなんですね。はい、私、チェコには行ったことないんですけども、はい、チェコ、どういったところでしょうか？あ、どういった、地域ですよね。そうですね。そうですね。オーストリアとか、はい、ドイツかに近いところですね。
ああ、そうなんですか。はい。ちょっとこういったご質問してなんですけども、はい、チェコって何か食べ物って美味しいものってあるんですか？まあ、食べ物はもう世界遺産の街なので、プラハがちょっと首都なんですけど、はい。それは世界遺産の街なので、もう街並み自体がもう美しい街並みですね。ああ、そうなんですね。はい。はい。で、まあ、お聞きしたところによると、テロの講師をされていらっしゃるということなんですけども、はい。はい。今、その講師というのは、どういった形式でされていらっしゃるんでしょうか？ヤマハは、PMS 講師ということで、ヤマハの大人の音楽ですね。はい。の方で、名古屋の方で岐阜と名古屋ですんでね。はい。3店舗ですね。はい。あとはもう個人教室で、いわゆるヤマハ以外で、まあ、いわゆる、はい、お部屋にいたりはしてます。ああ、そうなんですね。はい。私チェロという楽器はですね、見たことはあるんですけども、はいはい。まあ、音が出てるところも実際わかるんですけども、はい。すいません、ちょっとこういった、ご質問してどうかなんですけど、あれだけ大きいとですね、お値段、はい、結構なお値段するんではないかなと思ったんですけども、あ、値段ですか？まあ、いろいろ、まあ、ピンからキリまであるかと思うんですけども、はいはい、一般的な入門向けというと、はい、おいくらぐらいするものなんでしょうか？入門ですと、まあ、それでも20万以上はしますね。20万なんですね。楽器と弓と、いわゆる、楽器と弓ですね。はい。はい、それで、まあ、25万ぐらいですね。はい、ありがとうございます。ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーでございます。深谷さん、はい、こんばんは。味噌煮込みスキーでございます。ご無沙汰しております。と言っても、この番組では、初めてになりますけれどもね。はい、そうですね。以前お会いしたのは、ね、そうですね。同じく、ギノワンの、ね。違う番組の方で、お会いしましたけれども。はい。よろしくお願いいたします。はい、ね、本当でしたらいろいろなお話していただくんですけど、ちょっと大変な時期になりましてね。そうなんですよ。今コロナでね、ちょっと、演奏活動が今中止されて、ちょっとできてないんですけども。個人でこう教えるのは再開し始めた感じですか？はい、それは6月ぐらいからは再開しますが、演奏の方は相変わらず。ね、本当でしたらね、4月もたくさんイベントがあった予定でしたけれどもね。そうなんですよね。ね、ちょっと。やっぱり3月に1回と5月に1回あったんですけど、まあ今こういうコロナでね。動画はできない状況ですので。そうですか。はい、ちょっと遠い話になりますけど、なんかそういったコンサートとか、リサイタルとか、そういうご予定ってありますでしょうか？はい、今のところないんですけど、いわゆる、まあ、コタン、名古屋のコタン、ご基礎のコタンですね。ご基礎のライブハウスのコタンさんで。はい。で、まあ、琉球ポリゴンっていう、オーナーのアキさんがやってるところで、はい、まあ、2曲ほど実は、CD にどこも参加させていただいたんですけど。ああ、そうなんですよ。琉球ポリゴンさん、レコーディングされてるというお話聞きまして。はい、正月にやったんですけど、それがようやく7月にもう出来上がってくるもんですから、まぁ、ちょっと、リューキーポリゴンのメンバーじゃないですけど、ちょっと少人数で出来上がれるやつことで、はい、ライブはしようっていうことに一応決まったんですね。ああ、そうですか。じゃあ、レコーディングにも参加されて、はい、またコンサートがあれば、はい、また深谷さんが参加されてっていう形で。そうですね。はい。ミニライブっていう形にはなりますけど、今度7月の月曜日の夜に、はい。そうなんです。いつですか？月曜日の夜。7月20日、まだ今月20日ですけど、はい。コタンで、ちょっとまあ、全員では、8人ではないですけど、まあ、少人数でやるということには。7月20日にじゃあコタンさんでやられるということで。はい、すごい。でも良かったですね。なんかそういった予定がね、あるっていうのは、やっぱり、ね。ちょこちょこコタンさんで動き始めてきたので。うん、ああ、今、少人数です、ね。もちろん少人数しかできません。まあね、最初はやはりちょっとね、3密を避けてという形で、でも再開されるということで、嬉しいですね。はい、参加できて、まあ、はい、演奏もね、できるようになるんですね。ですね。だんだんこうやって皆さんにね、発表できる場があるっていうのは、とても嬉しいですね。だからそうなんね、ね、そういうのがあると、こう、やっぱり、お客様のありがたみね、本当ですよね。やはりね、聞く方がいらっしゃっての演奏ですからね。そうですね、演奏したくてもね、お客さんにはね、あれだから、そうですか。今ですね、メンバーもう一人おりましてですね、ちょっと変わっていただいてもよろしいですか？はい、ぜひ、お願いします。こんばんは。
こんばんは。あの、はじめまして。はじめてじゃない。あれ、はじめまして。初めてじゃないか。これ初めてじゃない。そうですか、はい。あ、本当、はい、そうなのね。あの、マスクマンでございますけども。お久しぶりです。ということは、あの、私が忘れてるんです。いや、そう。いや。あのね、はい、最近、それこそね、あの、チェロじゃないですけども、こう指先を動かしてですね、あの、脳を活性化しなきゃいけないんですけども、ちょっとそれがおろそかになってますので、はい、申し訳なかったです。申し訳ありません。お黙りでございます。あの、チェロはやっぱりあれですか？最初から綺麗な音色を当て、初心者の方は出ないと思うんですけども、どれぐらいの、期間でこう、ちょこっとできるのかなっていうレベルまで行くんですかね。まあ、早い、いろんな個人差はありますけど、早い方も結構、もう1ヶ月ぐらいか2ヶ月ぐらいでもう音出しちゃうようになりましてますね。はい、うん。だからあのね、私はね、この弦をこう押さえる方の、ね、はいはい、左、いい指になるんですかね。右が弦で、はい、ね、ですもんね。そうすると、なかなかその手の動きがね、上手くできないっていうのをいつもね、思ってね。やっぱりそれはもう練習ですよね。まあ練習、そうですね。練習していくしかないとは思うんですけど、まあ人の動き方は人それぞれでしょうけどもね。ああ、そうなんですか。はい。あのね、ギターをね、やって見える方のね、指先を見ててもね、こう綺麗に手が動くなと思うんですけども、本当にこう、はい、いつもそこでね、チャレンジする前にですね、この指のことを思っちゃってね、はい、なかなかね、トライできないんですよね。うん、あんまり上手くできるのかなっていう。あの、音楽的才能はあるんですけどね。ただ、滑りますよ。トークも滑りますけど、ね、演奏も滑るって言われてますので。お黙り。また機会があればね、教えていただきたいと思います。ぜひ教えていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。最後になんですけど、先ほどの琉球ポリゴンさんの、はい、ライブがあるというふうにお聞きしたんですけども、はい。もう一度ちょっとお話しいただけますでしょうか。ん？お日にち。コンサートの日にち。7月20日なんですけども、はい。あんまり人数は、それ正直、入れられないので、はい。弱くて、多分入れられないので、はい。はい。もうチケットの方がもしかしたら残り少ないってことですよね。まだちょっと今決まったばっかりで、チケットのことはわからないですけど、多分そんなに、はい、そういうこと10人ぐらいとかしか入れないと思いますね。はい。今、本当に、まだ、それをちょこちょこやっていくみたいなこと言ってましたから、またこれ、20日以外にもあると思います。こちら、クラウドファンディング、確かされてたものがあったんですけど、はい、それとは違うものになります。クラウドファンディングはまた別のことで、それで CD 買っていただいた方で、はい、まあ、それを届けるっていうことが先にあるもんですから、はい。そういうことをやってから、まあ、全員で揃ってライブするっていうのはだいぶ後だと思いますけど。あはあ、そうなんですね。はい。まだ20日も何をやる、誰と出てくるかっていうのはちょっと分かってないので。あ、かしこまりました。はい。はい。まだまだちょっとお話ししたいことがあったんですけども、ちょっとお時間となってしまいましたので。そうですね、10分あったまですね。はい。はい。じゃあ、スクールの方、興味持たれた方、どこにお問い合わせすればよろしいですか？深谷のルーツは多分検索してもらうか、またFacebookの方ですね。あ、なるほど。はい。じゃあ、Facebook で、はい、深谷のりみつさんで検索していただければってことで。はい、送っていただけたら多分大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは、チェロ奏者の深谷のりみつさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。はい、メールいきますね。はい、お願いします。お願いします。はい、進撃のめいちゃんからですね。ダンさんと、みそさんと、金髪の人？金髪の人っていうのは、もしかしたら王子のこと？今は、ちょっとブラウン。お引き取りください。生放送お疲れ様です。願い、叶うですね。願いは、本当に今回の豪雨災害、少しだけでも被害が拡大しないことですね。
あと叶えたいことはやはりリスナーさん、特に内地の方々にお会いしたい。コロナで騒いでいるせいで会う機会が本当に少なくなってしまいました。叶えたい夢でもあり、早くお会いしたいです。今年はなんだか厳しそう。叶うのであれば内地のリスナーさんに会いたいです。ではでは最後まで楽しく聞かせていただきますね、ってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、なかなかね、沖縄に行くのもちょっとためらわれるね、ところがあって。そうですね、また今現在、ね、うん、でもまたね、今現在またあのちょっと、ねね、移動自粛をね、した方がいいと言われてますけどね、うん、うん、またいつになったらね、こういうね、コロナがね、落ち着くのかっていうのがね、なかなか見えないもんですから ね、 ね、うん、私もね、めいちゃんにお会いしてね、いつもあの派手なネクタイのことをちょっといじりたいなって思ってますよ。はい、ミルティですか。はい、はい、泉佐野の特急サザンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の願いは沖縄に住むことですね。親戚が多くいるので困った時は相談できるので住みやすいと思ってます。会社を定年退職したら住もうかなって考えてます、ということです。ございます、うん、そっか、そうですね、す親戚がいらっしゃるから心強いですよね、うん、そうです ね、 ね、はい、おかちからおもちさんが、うん、今日も王子いいねって、え、いい深谷さんと の会話でいいかなって思ってたんですけど、で願いはね、おかちからおもちさん、うん、1コロナ、うん、あ、コロナの収束ですね、うん、2九州の雨、うん、あね、今大変ですから、はい、3金、お金か。お金だ。あ、でも大事だよね。うん、大事ですかね。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。エンディングですか。そうですね。はい、エンディングですね。ですね、はい、早いな、うん。はい、来週のテーマはデザート。今日エコー激しいね。来週のテーマはデザートです。好きなデザート、おすすめデザートを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。今日は七夕ということで、王子の願いは何、はい、王子の願い、最近ね、毛が細くなってからね、太くなりたーい。お引き取りください。ダンサーズの願いはコロナ収束ですね。やっぱりそれですかね。はいはい、ということで私は、うん、いや、とりあえず足が治ってほしいです。そうだよね、うん、何にしろ歩けることが一番です。やっぱり健康が一番、うん、健康一番、うん、ね、はい、ですね、はい、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。では、ま、来週はデザートのテーマでお送りします。みんなどしどし送ってね。閉店。閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、ちょっと気になりますね。なんか大雨のこととか、そうですね。コロナが増えてることとか、いろいろ。ね、うん。ちょっと雨、またね、うん、九州で。ね、ちょっとまた、今晩、またちょっと心配ですよね。うんうん、だからね、あれ、筑後川だっけ、あの、氾濫してると思いますけど、うん、そう、うん、ね、このね、周辺の方々、本当に気をつけてほしいなと思いますね。ね、本当ですね。これ以上、犠牲がありませんように。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。